ツアーディナーに乾杯。でもなんかこうさ、寝ようかなってさ、ふとさ、こうテレビとか消した瞬間にさ、一人で。今天是跟タカさん分開第十天。那这个十天应该是我们同居以来分开最久的日子。今天跟大概场呢就约好了，今天晚上他下班回家，然后洗好澡啊，什么都准备好之后呢，今天我们要来一个宵夜晚餐的视讯约会。的话呢，是他第一次自己生活，所以我还蛮期待他的感想是什么。请家人去拿，稍等一下，谢谢。妈咪，盐酥鸡来了。我是很习惯一个人生活的关系，我从大学到后来去日本，其实好几年的时间我都一个人住，一个人过日子，所以对我来说其实好像一个人过，而且对，也不是一个人过嘛，我现在回来等于是跟家人待在一起。不过他开场不知道怎么样，パスタ、焼き鳥にスープ、ワイン。声はどうも。じゃあ画面収録って声も全部収録される感じ？ワイン開けます。お酒注ぎます。ビデオ通話ディナーに。乾杯。はい。私はあのお酒がないからタピオカミルクティーで。私は赤ワイン、シラスのペペロンチ。スープが入ってるんだけど、メカブスープ。じゃあ私、もうまだある？すげえじゃん。焼き鳥。これは盐酥鸡。で、いろんなものが。すげえ台湾っぽいわ、その食べ物。そうだよ、台湾にせっかく帰ってきたから、もちろんこれを食べるんだぜ。タピオカミルクティーいいじゃんデート始まります。ディナー始まります。じゃあ、これ多分ね、タカさん初めて一人で10日間過ごしたんじゃないの？そうだね。どうなの、10日間経って。いやね、寂しいでございます。本当に？なんかやってる間は平気、テレビ見てたりとか動画編集してたりとかゲームしてたりとか、なんかやることがあれば、意外に平気なんだよ、でもなんかこうさ、寝ようかなってさ、ふとさ、こうテレビとか消した瞬間にさそうなんだ一人だよ大丈夫？浮気したい気持ちはない？まだ。すげえしたいでーす。嘘でーす。どうしよう、そっちで隠れて浮気されてたら。いや、しないよ、しないよ。だって、ここから出ないもん。家族以外に唯一つながった人は、さっき Uber Eats の人。届きましたよ、みたいな電話来て。寂しいことには間違いないんだけど、寂しさを感じてる余裕がないほど忙しかったそうなんだ。
本当に何もやることがなくなってベッドに入るときにすごい寂しくなる。改めて思ったんだよ、うん、老後に一人って本当に寂しいんだろうな、うんうん、いやじゃあ楽しいところは究極にマイペースでいられる、うんうんうんねね、誰にも合わせる必要がないから、うん、究極にやりたいことをマイペースにできる。これだから俺は大型だからさ誰がいてほしい一緒にそう誰かにいてほしいけどマイペース、うん、そっちの状況は私はまあそんなに違和感なくいつもの感じで過ごしております長い時間一人住んでたし台湾の美味しい食べ物を楽しんでました買い物が全部なんかしてくれてんの？まあ、もちろんもちろんもちろん逆にもうお姫様気分じゃん。そうだよ自分の部屋から出ないでみんなが全てやってくれるみたいなもう幸せ完璧にお嬢様じゃん。幸せっすわ。やべえなこれ帰ってきた時が怖えなでも考えてみたらさ、今こっちに住んでても、ほぼ家から出てないじゃん。出勤の時に週に1回出ればいい方みたいな。だから大して変わんないんだね。そういう変わんないっちゃ変わんないのかも。ちょっと慣れてたかもしれない。在宅勤務になったばっかりの時に、ちょっとやっぱり変な気分にもなってたりとかしてたんだけど、うん、慣れてきた。外に出たいみたいなのすごいあったの、最初は在宅勤務になった時。別に私そういうなんか出たい出たいっていうタイプの人じゃないけど、やっぱり、何かの理由で出ないと、うん、出たくなくても病んでくるなって分かったいやねビデオ通話っていうものに生まれて初めてこんなに感動したよそうなんだそうなの相当なんか本当にいるみたいな感じがするよね、うん、やっぱね家で人の声が聞こえないだけでも相当寂しいよ。二人で住んでるとあんまそんな感じはしないけど、なんか一人になると部屋広みたいな二人の時にちょっと狭かったもんね。通路にちょっとぶつかり合ったりもするし、もう なんでここ部屋4つもあんだよみたいなやっぱり私的には、会えない時だからこそこういうビデオ通話ちゃんと したらちょっと本当に会えたような気分になる。顔も見れるし、